キムヘジャは大韓民国ソウル特別市出身の女優。公務員の父親のもとに二人姉妹の長女として誕生。父親は1952年から1955年まで社会部次官を務めた。中学校2年時より女優になることを志望しており、景気女子高等学校入学後、同校の演劇部に所属し活動した。 同校卒業後理科女子大学校生活美術学科に入学し、学業を続けたが後に中退した。理科女子大在学中の1961年に KBS 公開採用タレント一気に選出され、芸能界にデビュー。テレビドラマと舞台劇の双方で活動を続けた。1981年、晩秋で映画デビューを果たす。 1980年10月21日から2002年12月29日まで MBC で放送されたドラマ田園日記にて演じた役柄から国民の母と呼ばれるようになる。1995年第一政党の最長期専属モデルとしてギネスブックに登録された。夫は繊維業界において実業家として活動していたが1998年に 肝臓癌の試し去。以後は独身を通している。夫妻の間には、数おかずがあり、長男は貿易業界及び食品業界において、実業家として活動、キムヘジャ弁当の管理も行っている。本節中に記載された作品は、個別に注釈がない場合、による。お編集1一欄を表示する百六十九から九百九十年百九十一年。 ありがとうございます。